これちょっと怪我の手術の後って見せてもらえます？全然見されますよ。見えます？ああ、これ、あんま見えない。ちょっと指でなぞってもらえます？ここですね、ここ。ああ。ここにもあります。もっと言うと、ここにもあったり、ここにもあったり、手のひらなんかひどいですね。手のひらとか、こういう形で、で、指の横とか。はあと、脇の下もあったりとか、肩もあり。で、左腕から骨と靭帯取ってるのと、右膝から靭帯取ってるのと、左股関節入ってるのと、はい。どの、もうどこも結構大変だったけれども、どの時期が一番辛かったですか、リハビリの時は。手術に踏み切るまでがきつかったです。一番は、3回目のトミー・ジョンですかね。2回目かな。もう戻ってこれないって思ったんですよね。もう戻ってこれないなと思って、でも覚悟してたんですよ。ずっと。一回目、2004年にトミー・ジョンキャンプ中に靭帯を切ってしまって、トミー・ジョンをしていたので、まあ、持って5年ぐらい持ったらいいよねっていうふうに言われてます。それだけ投球強度が強いのと、あとは、サイドスローなので、肘から負担がかかるので、肩を手術することはほとんどないけど、肘にはかなり負担がかかるからっていうところから、それが2013年まで持ったんです。9年持ったんです。で、9年持ったので、まあ、徐々にこの靭帯も伸びきってしまっていて、血が通わないものなので、で、いつか来るな来るなっていうのが2012年始まる前からあって、で、1年間そのもうダメだろっていう痛いなっていうところから、2013年に切れた瞬間は、もう絶望でしたね。うわーって終わったなって、自分の野球人生終わってしまったなって思ったんです、本当に。まあ泣きましたね。まあ泣いた、本当に。